希望するすべての市民が令和4年9月末までに3回目接種が受けられるよう取り組んでまいります。札幌市は新年度の一般会計予算案が過去最大となる1兆1616億円になると発表しました。新型コロナワクチン接種の体制確保に168億円、相談窓口や PCR 検査センターなどの運営費に7億円を充てます。札幌市の新規感染者は6日連続で1000人超え、自宅療養者は5029人まで急増したため、各区の対策室で療養者のケアに当たるなど対応を強化しています。急変した時に、医療にしっかりつなげるような体制と、ここに重点化をしていきたいと。自宅療養されている方の健康観察っていうのはアプリの活用なんかも含めてでありますけれども、効率的に行っていきたい。また感染は教育現場にも広がっています。市内ではいまだ小学校で122学級、中学校で45学級で学級閉鎖が続いています。想像してたオンライン授業とは全然違う、学習を支援している感じに感じられないんです。市内の小学校に子ども2人を通わせる母親です。学級閉鎖のため子どもはタブレットを使ってオンライン授業に取り組んでいるといいます。しかし、朝の会みたいのをすると健康状態を確認する、それが15分くらいで一旦終わって、新たに2時ぐらいにクラスルームに入って歌を歌ったって言ってたんですけど、3日間の学級閉鎖の中でプリント3、4枚ぐらいしか持ってこなくて、それで果たして十分なのかな。学力低下を懸念する親の声に秋元市長は、オンラインの取り組みということについては進み具合が違っているというところもありますので、学校によって差が出ないようにしていくという取り組みを進めていっております。感染拡大が続く札幌市内、自宅療養のほか子どもの教育のケアについてもより迅速な対応を求められています。